また追跡者と交戦させると宣言されてしまった私なんですけど、アンブレラの地下施設でタイレルと合流したとこだね。彼が政府と交渉してくれたおかげで希望が見えてるんだから、まあお手柄だよね。この先にワクチンがあるはずだ。お手柄だぜタイレル。ただそれだけにちょっと思想が見えるんだよなこの人。死ぬなよ。キャラとしての役割が終わったとも言えるからね。あれここなんか走れないな。ん？走れ。ちょっとタイレルあんま遠く行かないで。怖いから。あなたは残ったら。タイレル。休んでいられない。一緒に行くぞ。と言ってもな。わかった。やり遂げましょう。そんなボロボロなら病院で待っててくれてもよかったのに。スー？ハーブ。飛ぶぞ。あ、こっから先はジルが行くのか。あ、でもなんか小綺麗な場所に来たね。研究所、あいつか。ここに来てたのか。おいおい元気そうじゃねえか。あんなに痛みつけてやったのに。頑張って、あともう少しよ。頑張れ。うわあ、ジル。ダメ。行け、逃げろ。テレル。あ、ちょ、これ逃げるやつ。テーレル置いてきたくねえよ。うわー、病院で待っててくれたらよかったのに本当に。判断が早すぎる。すげえなジル。でも置いてきちゃったよタイレル。悲しい。まあそうだよね、戦うのは一人なんだから。このゲームのシステム的に一緒に行動できるわけないもんな。え、ちょっと待って、もうあいつ、え、あいつ、もうあー最後にまた戦うんだろうな。ラスボス的な扱いに。おおおお、なんだ。あー、滅菌室みたいなとこか。これ紫外線か。こんな場所 RE2 にもあったね。うん、滅菌室ってことはもうこの感じは、うわ、いるな。近いんじゃないの、ワクチンが。ほっといてもいいかな。今ナイフ持ってきてないんだよね確か。割と余裕あるし、ナイフぐらい持っときゃよかったな。こういう時やっぱ弾無駄打ちしたくないもんね。なんか動いてる、あっち。え、あいつじゃないのこいつ。存在そのものがコンプライアンス違反の。うわ、ここ入りたくねえけど、でも入れなさそうだな、そもそも。ロックドって書いてある。なんか、ここも ID カードみたいなものが必要なんだろうね。動くなよ、動くなよ。そこは入れそうだな、緑で。お、あ、なんだここ安全ルームじゃん。ちょっと今回はこの辺で終わりにしようか。タイレルを失った心の傷がさ、なかなか言えねえわけですよ。あ、でもなんかアイテムあるな、ここ倉庫。あ、草か。草拾って、それって、あ、読めるやつだ、書類。ネスト2。ネストって2にも出てきたな。ここネスト2なんだ。うん、RE2 での最終ステージがネストじゃなかったっけ。ネスト2研究員含む規則。ネスト2研究員の皆さんへ。 T ウイルス応用研究棟、通称ネスト2は、アンブレラ社の研究の中核施設であるネストに対して技術の実用化を目指す特殊な施設です。ネストで生み出した技術をさらに発展させるのがネスト2ってこと。主要業務である生物兵器、通称ボウの製造のほか、 T ウイルスのワクチンや対ボウ用の特殊兵器の開発などを行っています。あ、いい兵器があったりするんじゃない。業務内容には一部危険を伴うものもあります。カルロスもここまで来てんのかな。安全確保のため含む規則は厳守してください。部外者の侵入や機密情報の持ち出しに関しては特に厳しい罰則があります。ルールを守り、世界一の研究機関で革新的な技術を共に生み出しましょう。革新的な技術ね。研究所の地図。さっきロックされてた場所だよね、この扉。この先結構広いな、結構広いな。なるほど。もう、あれ、まだアイテム落ちてんの、この部屋。
あれ、こんな狭い部屋で見落とす。あった、強化火薬。これで全部拾ったことになるかな。あー、じゃあどうしようかな。ちょっとまだ始めたばっかだけど、今回アイテムどうしよう。あー、5箇所くらい開けた方がいい気もするし、ナイフくらい持ってってもいいような気もする。ここが最終ステージになるんだとしたら、マグナムもそろそろ持ち出してもいいのかなって気もするし、これちょっとなんか難しいとこだね。策略とかめちゃくちゃあるけど、これも持て余し方がひどいな。策略 B が少なくて A ばっかあんだね。 A と A 組み合わせたら炸裂弾になるんだっけ。あ、書いてあんな。2つ組み合わせることで炸裂弾を作成できる。じゃあ、まあすでに5発リロードされてるけど、もう1発リロードしとくか、弾作って。うん、グレネードランチャーもショットガンももっと使ってもいいな。じゃあもうだいぶ終盤まで来たんだとしたら、ここまでしっかり温存してきたからね。じゃあ一旦セーブして進もう。よし、行くぞ。でナイフがあればもうこんなやつらこうよ。あ、うん、起き上がる感じじゃなさそうだな。手応えゼロだ。そいつは、よし。やっぱあると便利ではあんだよな。別になくても進めるけど。じゃあここか、2階。ここでそのさっきのロックを解除するカードキーなりなんなり手に入れる必要があるってことだね。うわ、嫌だな、なんかここの行き止まり。でもまずそこから調べるか。こちらね。うわ、あいつはどうだ、どうかな。おら、動くじゃねえか。こいつはハンドガンでもいいな。おら、もうハンドガンなんてもう弾別に切れてもいいから、どんどん撃ってこう、バーストで。よし、出たな、クリティカル。今のはクリティカルだから大丈夫だよね。うわー、ちょいちょいちょい勝手に動くな。俺が刻んでからにしろ、せめて。おら、あ、くそ、バーストで外すと弾の減りがすごいな。ちょいちょいちょい、こっちまで来て。あー、でももう弾の余りがなくなってきたね。ちょ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 、来るな頭を。よし、まあハンドガンとナイフだけで処理できたのは結構でかいんじゃないかな。まだ生きてる。もう使い切る勢いで撃とう、ハンドガン。よし、こういう通常の感染者もやっぱ序盤の時より強くなってる気がすんだよな。よし、仲良く寝かせてやれたね。ああ、供養になったかな。はい、なんかメモもあるね。アイザック・グレーブズの手帳。アンブレラにヘッドハンティングされた時は大喜びした。給料は破格だし待遇もいい。こんなメモ帳みたいなのにこんなしっかりした日記書く、普通。何より最先端の医療技術開発に貢献できる。しがない田舎の大学講師に降って湧いた千載一遇のチャンスだと思った。だから私は家族を説得しこのラクーンシティにやってきた。しかし実際はどうだ。この獣の巣で行われているのは人の命をむごたらしく奪うための残虐で冷酷な実験だ。ああ、しっかり人の心がある人だったんだね。この悪行は世界に向けて告発されるべきだ。こんなやばい文章残しちゃダメでしょ、こんなメモ帳に。絶対見られちゃいけないやつじゃん。私は何度も新聞社に駆け込もうとした。だがその度にペニーとケイシーの顔が浮かび、家族かな、できなかった。以前機密情報を持ち出そうとした署員がベータを使い処分されるのを見た。この町の全てがアンブレラの手の内だ。私を信じついてきてくれた妻と娘を守るためには命じられるままに仕事をこなすしかない。妻と娘の名前か、ペニーとケイシー。なんか別のシリーズに出てきたりしてたりするかな、名前。あー、しかしこの両親だけは失いたくない。誓いを込めてここに書き記す。うん、真面目な人だったんだな。ハンドガンの弾、あ、なんだよ、ハンドガン打ち切るかと思ったら拾うんだもんな。まあハンドガンで対処できる敵はハンドガンでいいんだけどね。あそこにもいるじゃねえか。
この通路はもう何も落ちてない。あ、ここの部屋にしか入れないんだな、この廊下からは。なるほど。そいつ別に倒さなくても良さそう。うわ、勝手に開くんじゃねえよバカ。そうか、自動ドアだから通り過ぎるだけでも開くんだ。さあ、この人はどうかな。これ後で動き出したりしない？なんか今は手応えないけど。でそういうの敏感になってきたよ。じゃあ入るか。ここは何室？あ、別に何室とか書いてないんだね。珍しいね。こんなでかい部屋、普通何かしら部屋の名前書いてあったりするんだけど、こっちみたいに。いるか、誰か。いるな。ちょっと調べるのは綺麗に掃除してからかな。おい。あー、手応えなしか。なんか手応えなしの人多いね。ナイフ持ってきてよかったな。他には？あの装置なんだ。なんかあんな。こっち側いるね。それ。もう手応えない人多いぞ。これ後から動き出したりしねえかな。ハンドガンの弾。お、ハンドガンの弾また増えちゃった。もう打ち切るつもりで打ちまくってんのに。強化火薬。あとはまだアイテムある。ここ、その装置気になるね。これはワクチンの生成を始めます。ああ、素材をセットしてください。ワクチンの原料みたいなものがあればここで生成できるんだね。生成？素人に作れってよし、やるしかない。やるしかねえよ。ワクチン増産に関する論文。あ、ここになんかヒントがあるんじゃないの。ワクチン増産における培養液の役割について、スペンサー記念病院主任研究員ナサニエル・バード、バード博士。ワクチンの迅速かつ効率的な増産に欠かせないのは培養液ベース、すなわち抗原とワクチン培養液、すなわち補助剤の2つだ。この2つをどっかで手に入れてきたらここで作れるってことなのかな。抗原は免疫反応を引き起こし体内からウイルスを除去させる。補助剤はその効果を飛躍的に高める。この2つを合わせれば抗体をより多く生産できる。抗原を植え付けた培養液ベースにワクチン培養液を加えれば免疫力が大幅に増幅したワクチン素材を得られるのだ。ああ、素材を入れてくださいって今マシンに言われたのはそれか。ああ、このワクチン素材を生成器に投入すれば驚くほど簡単にワクチンの増産が実現できる。私が開発した新型培養液ベースとワクチン培養液は抗原の免疫効率を飛躍的に高める効果があり、最終的に得られるワクチンの有用性は通常処理で培養した場合の1000倍以上となる。これはいかなるワクチンにも有効な量産方法であり、感染症の根絶に大いに寄与することになるだろう。まあ、優秀な研究者だったんだな、バード博士は。なるほどね。この人が開発したんだもんね、このシステム。書いてあるけど。あとは？ん？そこにもなんかある。セキュリティ装置。それなんだ？あ、てかここ何？通れんのか？あ、でも別に階段があるわけでもなくて、下を見下ろせるだけだ。ちょっと待って、あれ？ん？人でもないか？なんだ？うわ、なんか飛び出してきそう。あそこから。通りたくねえ、ここ。あ、ここはまあこれだけか。じゃあそのセキュリティ装置ってのなんだ？オーバーライドキーの生成が完了しました。いやいや、説明が足らん。何？オーバーライドキーって。オーバーライドキーが取り出されました。あ、なんかロックされてる場所を。フラッシュメモリ。この USB を挿したら開けられるのかな？なるほど。じゃあこれ持ち歩く必要あるな。オーバーライドキー。うん。ああ、いいもん手に入れたな。じゃあこの状態で下に行くわけだ。ちょっとこれ、キーアイテム手に入れちゃったから、状況変わってたりすんじゃないの、今度は。おい！起きてんだろ、俺ら！こいつは動かないか。じゃあ一旦下だな。大丈夫か？誰もいないな。よし。じゃあ一旦アイテムボックス部屋に戻ろうかな。おい、油断しねえぞ俺は。おい、ほら。あ、大丈夫だ。
うん、まあ本当にこのスカスカの手応えのやつは今後も動くことないのかな。手応えなさすぎるもんね。じゃあアイテムの整理だな。オーバーライドキーは絶対必要だから、あーでも3つしか空いてないのはちょっとあれかな、アイテム拾いきれなかったりするかな。置いていくかナイフが持ち出したりしまったりあれだけど、この1枠の有無で結構変わるからな。なんとなく4枠は開けたいんだよね。うん、オーバーライドキー手に入れちゃったからね。じゃあセーブしていこう。じゃあそこだな、さっき開けられなかったとこ。あーでもここあるじゃん、そこの下の窓から見えたんだよな、コンプライアンス違反がいんの。嫌だな、行きたくないな。ちょっとあいつ結局どうやって倒すのかわかんねえんだよな。至近距離でグレネードランチャー当てて死ななかったじゃん。まあこれで開けられるんですよね。オーバーライドしました。オーバーライドしましたああなくなった。ああ1回の使い捨てなんだこれは。あ、じゃあ別にナイフ持っててもよかったかな。進みますよ。いるいるいる。あ、普通のやつか。あ、ちょっともうここは距離が近いな。うん、ショットガン撃っちゃおう。十分に距離が取れるとこではハンドガンでいいんだけど、そいつとかも大丈夫か。弾一発使うか。大丈夫だな。いるー。ちょっとあいつどうすんだよ。うわ、そこにもいいんじゃねえか。え、いっぱいいんな。え、ちょっと待って、ショットガンで一発ひるませて、ひるんでる間に進む。ここで行こう。スチールボーイがもったいないけどな、行くしかないよな。ここは、うわうわうわ、ちょっと待って、これ大丈夫か。これ大丈夫なやつだかお前。はい、出ました。ちょっとここは十分に距離が取れる場所じゃないのでやりまーす。よし、こういう判断の速さが求められるな。なんか動いてんな、服が。お前生きてんだろ。おい、ん、ちょ、あー、ちょ、それは聞いてねえぜ。お前扉開けるタイプの人、やめろ。じゃあこれ倒、え、倒せんのこれ。撃て、うん、もう一発。やばいやばい、どんどん来ちゃう、どんどん来ちゃう。大人気スポットじゃん。え、これ倒れないんじゃないの、何発撃っても。え、ダメ、まだダメ。ちょっと試しに撃ちまくってみてるけど、あ、いつかは倒せるのか。うわー、もう来たじゃん、これもうダメだよ。おい、ダメだってそれ。うわー、違反してます、コンプライアンスに。あれ、死ぬやつかこれ。たっか攻撃力こいつ。ちょっと何をすれば正解だったの。さっさと必要なもん手に入れて去るべきだった。スチールボーイ3発ぐらい必要になったじゃん。あ、書いてあるな、なんかペールヘッド。あいつのことだよな。中能力が高く、ダメージを与えてもすぐに回復する。あ、あれは回復してんのか、不死身なわけじゃなくて。じゃあもうどんどん撃ちまくって畳みかければどうにかはなるのか。一応やっべ、これどうしよう。ちょっと待って、同じとこまで進むぞ。よかった、直前にセーブしてて。ここで扉をオーバーライドして、オーバーライドした後こいつやって、んー、どいてもで、こいつはさっきと同じく一発撃って、いや一発撃ってひるませるくらいならもう連続で撃って、うん、倒しちゃった方がいいんじゃないのか。今ので倒せたかもわかんないけどね。で、ここ調べてみよう一回。もうすぐここ調べる前にさっき死んじゃったからね。あ、この可愛いアーム、なんか RE2 の時にもいたよな。あの機械妙に可愛いんだよ。あー、これなんか必要な2つのうちの1つでしょ。さっき聞いた倍字の入った容器。あ、抗原サンプル、抗原サンプル、うわー動いてる。あ、培養液ベースって名前に変わったね、アイテムの名前が。あ、すげえ、これちゃんと傾けると液体が、液体が、あのね、ちゃんと重力に忠実に動く。うん、バイオキビ。じゃああともう一つ何か必要なんだね。で、そいつはもうスチールボーイでやる。で、アイテム拾って、ちょ、怖い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 よ、もう。あ、あれじゃん、あのあれじゃん、ちょ、やばい、あれとか、あれとか連呼する傾向よくないな。
ハンドガンの弾拾って、この部屋はもう大丈夫、全部拾った。第一研究室も OK。 じゃあ戻りましょう、さっさと戻りましょう。で、ちょっとそこの階段通るの怖いな。うわ、いるじゃねえか。え、さっきの倒れたやつ結局回復したのかどうなんだ。スチールボーイ。ひるめよ。この至近距離のショットガンでひるまんのはおかしくない。はい、ダメです、ダメです。あ、そこのやつちゃんととどめさせてるっぽいな。はい、通りますよ。オッケー。一旦戻る、俺の聖域に戻る、俺の聖域。これあの調子であいつホイホイ湧いてくるんだったらやばいな。スチールボーイ補充しとくか。分かってない人いないとは思うけど、俺が呼んでるスチールボーイってこいつね。勝手にスチールボーイスチールボーイ呼びまくってるけど、ショットガンの弾のことこれね。ちょっともう繰り返して悪いけど、もう一回セーブしますよ。じゃあ必要なもの一つ手に入れましたけど、うわ、ここまだ探索中になってんな。さっきはここの階段を登ったけど、そっちじゃなくて階段を上がらずにここの扉の先に行くっていうのをしたいんだね。あ、これ預けといてもよかったかな、バイオ液ベース一旦。まあいっか。ただそっちに行くにはほら、もういるもの。うわ、嫌だな嫌だな、こいつ本当に気持ち悪い。行け。うわー、おなんとなんか避けれたぞ。よし、避けろ。横着しようとした、ダメだった。打ちまくって倒した方がいいのかな。これ吸うか、もう一発食らっても大丈夫かな。この位置なら2人両方に当たんじゃないの、ショットガンの弾が拡散するから。おら、まとめてやってやるよ、おら。で、こいつら回復するから、回復する前に打ちまくって。まだかまだか、こいつ、え、まだ倒してないの。よしよし。わ、血を這うやつもいるじゃん、やめてよ、這うな血を。策略を拾った、ちょっと待って、おら。いや、もう中途半端に撃つんだったらとどめ刺しちゃった方がいいんだよね。こいつ回復するって言ってたから。いや、まだいるじゃねえか、ふざけんなよ。何体いんだお前ら。おい、おめえもまだ生きてんのかよ。おいおい、玉泥棒かお前ら。スチールボーイがなくなってく。おい、やめろ玉泥棒、玉返せ。おい、結局全員やることになっちゃったじゃん。めちゃくちゃ玉使ったぞ。まあでもこれまでがだいぶ節約してきたんだし、このぐらいいいか。じゃあさっき噛まれたの無駄だったな、ちょっとダメージ受けちゃったけど。こっからはどうすんの。まだ弾あるらしいな、こっち。ん、あ、スチールボーイ、たった2発だけどありがたい。で、知らないとこに来ました。あ、さっきの部屋はもう探索済みになりましたね。うわ、動きそうだな、いかにも。ここならハンドガンで対処できるし。今血は出たけど動かなかったな。後で動く感じかこれ。でもなんか書類あんぞ。これ触って大丈夫。触るぞ。ある研究員の遺言。T ウイルスの漏出。恐れていた最悪の事態だ。2ヶ月前の、あれか、館の話か。バート博士の命令でワクチンの緊急量産を行うことになった。バイオ液ベースへの T ウイルス抗原の植え付けは完了した。抗原の免疫力を爆発的に高めるワクチン培養液があれば、市民全員に行き渡る量の、すげえな、行き渡る量のワクチンが確保できる。それを確保できたら本当にね、街ごと爆撃する必要なくなるよね。まあでもそれもタイデルが交渉してくれたおかげよ、ありがたいね。ワクチン培養液は培養研究室に保管されている。通路にはすでに感染者がうろついているが、抗原の培養を進めている間にどうにか確保するしかない。もしも私が戻らなければ、これを読んだ者が作業を引き継いでくれ。背負っちまった。そしてこの災いをどうか収束させてほしい。それが悪事に加担した我々のせめてものを罪滅ぼしだ。
まあ、遺言ってことはもう動かないのかこの人。でも完全に感染してるよねこの肌の質感は。動きそう。まあ、よく調べてから行こうかなこの辺は。ガンパウダー、ま、一応つか。あ、手応えないな。大丈夫っぽいな。まだここにアイテムがある。ちゃんと拾ってから行きたいからね。ちんたらしてて申し訳ないけど。あ、これで揃ったな。赤緑ハーブ片方吸うか。ちょっとインベントリーあと1個しか空いてねえんだよな。片方吸ってもいいかもしんないな。まあもうちょっと進んでから考えよう。で、え、あれ、まだなんかアイテムある、ここに。ちょっとほんとすみませんね。そっちか。あ、開けられんじゃん。お、硫酸弾。硫酸弾といえばハンターベータだけど、あのラクーンオオトカゲ、あのトカゲまだ出てくんの。よし、探索完了だな。硫酸ってあいつ以外には別に弱点じゃないよな。ちょっと注意した方がいいかもしんないな。ほんでこの部屋は、敵の気配はないけど、きっとこれが動力、いるじゃねえか。あ、こいつはハンドガンで対処しよう。うん、ちょっとさっきスチールボーイ泥棒がいたからな。おー、はい、撃ちまくれ。よし、バースト。うわー、エイム下手、シンプルに。くっそ、嫌な横移動しやがる。よし、あ、ナイフ持ってきてねえんだった。おら、あ、今のでとどめさしたな。まあ、スチールボーイを節約できたというだけでも。ん、これなんだ。あ、なんか、うん、うん、ちゅちゅ勢いで押しちゃいそうになったけど、いいんだよな、いいんだよな。ダメなことはないよな。でもこれきっかけに敵湧いたりしたらやだな。そしたらさすがに、ああ、どっかのロックが解除されたのか今ので。どういう仕組みなのか全く分かんなかったけど、今アイテムいっぱいだな。ちょっと待って、何入ってる。おー、スプ、吸うか。うん、片方ハーブ吸って急スプ拾って、ちょっともうアイテムいっぱいになっちゃったんだが。あ、でもここのアイテムはもう拾ったね。で、この先、あ、ここなんかあれじゃないの、何かしらの生き物が培養されてた場所、さっき上から見た。ちょっと待って、足踏み入れて大丈夫か。一応グレネードランチャー構えとこうかな。ここだよ、ここさっき上から見たよな。ええ、ボコボコじゃん顔。まあ、こういう研究を繰り返した産物がタイラントであったり、今ジルが戦ってる追跡者、タイラント、うん、タイラント。そっか、タイラントのこと知ってんのか。ワンの時に出てきたから。そうだね、タイラントの研究だねこの感じは。ただまあ、1とか2に出てきたみたいな完璧な形のタイラントを作るのは簡単じゃないんだろうね。頭の形がいびつだったりしてるから、なかなか安定して。あいつらここに生み出されてる。トカゲじゃねえか、絶対出てくんじゃんトカゲ。これ硫酸弾にしといた方がいいか、グレネードランチャーの装填を。2発しかないけど、さっき拾った硫酸弾、こいつら出てこようもんならぶち込んでやりますよ硫酸弾。作薬 B の存在もこれもう硫酸弾作ってくれと言わんばかりだな。ただ今アイテムいっぱいなんだよね。どうすっかな。ちょっと待って、一旦進もう。どうせ帰り道またここ通るもんね、多分。多分だけど。あ、でも出ては来ないな。帰り道か。帰り道に出るとかありそう。ほんで、あ、なんだこれ、エレベーターか。おう、通り過ぎちゃったな。ちょっと待って、いや怖いな、怖いぞ。あ、でも十分な距離確保できるからハンドガンでやっちゃってもいいな。あ、なんだこのパターン多いな、本当に手応えないパターン。結構遠くまで来ちゃったな。
どこまで来たんだ。あ、培養研究室ってここじゃん。培養研究室になんかもう一つのキーアイテムがあるとか。そんな、おい！どいて！ちょっと待って、ちょっと、うわあ！ちょ、うわあ！仲良しかお前ら、ちょっと待って。ああ、こうなるんだったら炸裂弾にしとかよかった、グレネードランチャーの中身。今からでも間に合うか？装填して、すっげえいっぱいいんだ、仲良しかよお前ら。はい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 。吹き飛べー！おら！よしよしよし、このぐらいのことしてもいいはず、こいつらは。おらおめえまだ生きてんのか。ちゃんととどめ刺さないと回復するらしいからね、こいつ。いやだわ。あ、でもちゃんと倒せるようにはなってきたね。もうグレネードランチャーとかショットガンとかしっかり強い武器使えば、逆に言えば使わざるを得ないって感じだけど、そういう武器を。これは、あー、削薬瓶、これ拾って硫酸弾作っちゃおうか。あ、いや違う、さっき拾わなかったんだっけ、結局削薬瓶。うわー、ちょっとこれめんどくさいことになってる。どうしよう、どうしよっかな。ほんと持ちきれねえわアイテム。ちょっと俺今からすごいことするわ。ハンドガンの弾5発がハンドガンに入りきってねえから、5発撃っちゃってあと2発だな。よし、枠を1個開ける。ハンドガンの弾装填されてる分だけになったから無駄撃ちしちゃったけど。で、削薬 B 拾って、で、さっき上のフロアで見かけた削薬 B と組み合わせて硫酸弾を作っちゃおう。よし、これで、いや絶対なんかアイテム手に入れた後帰り道であいつらに襲われると俺は踏んでるので、あいつらに対策取る用の硫酸弾を今のうちに作っとこう。削薬 B2 つも続けて拾わせたり硫酸弾拾ったり、そういうことっすよね。よし、これで、さらに硫酸弾を装填しちまえば枠も一つ開くってわけよ。これでキーアイテム持ち帰れるね。で、まだ中に何かいないとも限らんから。